仮面ライダーなどで知られる俳優の村上弘明さん。現在に至るまで時代劇、現代劇を問わず多くの作品で活躍なさっていますが、近年は実家が東日本大震災で被災したことやそれにまつわる活動、そして長男の俳優デビューなどが話題になりました。その村上弘明さんに病気の噂が、また、結婚や妻、子供、息子娘、など家族は、村上弘明さんの年齢、身長、高校大学、経歴などウィキプロフィールとともに調べてみました。村上弘明さんのプロフィール。名前、村上弘明、村上弘明。本名、同じ、出身地、岩手県陸前高田市。生年月日、1956年12月22日。年齢、61歳、執筆時。身長、185センチメートル。体重、73キログラム。血液型、A 型。学歴、宮城県気仙沼高等学校卒業。法政大学法学部政治学科中退。職業、俳優。所属事務所、オスカープロモーション。村上弘明さんは1956年岩手県陸前高田市生まれ。子供の頃は医師を目指していたという村上弘明さんは、進学校である宮城県気仙沼高等学校へ越境入学し、勉学に励みますが、現役では合格に至らず、浪人生活を送ります。ところが、浪人中に映画館に入り浸るようになり、三波した末に医学部を断念。浪人時代に見た、風と共に去りぬ、に感銘を受け、新たに映画業界を志すようになったという村上弘明さんは、両親には、教師になる、と宣言し、法政大学法学部に進学します。そして、大学在学中に友人が無断で応募した映画、もう法税はつかない、のオーディションを受けたことがきっかけで芸能界入りを果たします。その後、1979年の仮面ライダー、スカイライダーオーディションに応募し、3786名の中から選ばれて主役、筑波博役でデビュー。筑波博氏に扮する村上弘明さんです。さすが、雰囲気があって、とてもかっこいいですね。以後、現代劇、時代劇を問わず、幅広いジャンルのドラマ、映画作品に数多く主演、出演。NHK 大河ドラマの出演歴が多いことでも知られ、現在まで1985年の春の鳩を皮切りに、武田信玄、穂村立つ第二部、主演、秀吉、元禄繚乱、そして2013年の八重の桜の6本に出演しています。穂村立つより、主役の藤原清平に扮する村上弘明さん。村上弘明さんが病気。村上弘明さんを検索すると、病気という関連キーワードが出てきます。さらに、病気放射能という穏やかでないものもありました。放射能といえば、現在の私たちには、やはり東日本大震災での福島第一原発事故が真っ先に思い浮かべられます。ですので、この検索キーワードは、あくまで推測ですが、村上弘明さんの実家のある岩手県陸前高田市や、通っていた高校のある宮城県気仙沼市など、村上弘明さんに縁のある土地が、東日本大震災の被災地であることから出てきたものではないか、と考えられます。ただ、村上弘明さんが何らかの病気を患っているという報道などが、過去になされた形跡はないようですので、実際には現在のところ健康であると考えられます。なお、東日本大震災では、村上弘明さんの実家は半壊、建て直しを余儀なくされ、両親は九死に一生を得たものの、母方のおじ夫婦といとこが亡くなるなど、甚大な被害を被っています。その関係で、NHK 東日本大震災復興応援ソング、花は咲くにボーカルとして参加、また地元 IBC 岩手放送、IBC ラジオチャリティミュージックソンへのゲスト出演など、復興支援活動にも積極的に関わっています。次ページ、村上弘明さんの結婚。嫁の田島美也子さんは若い頃も現在も綺麗。子供は4人でこちらも美男美女。写真画像あり、村上弘明さんの結婚。嫁は田島美也子さん。
村上弘明さんは1991年に12歳年下の元グラビアアイドルの田島美也子さんと結婚しています。田島美也子さんのプロフィール。名前、田島美也子、田島美也子。出身地、長崎県佐世保市。生年月日、1968年5月26日。年齢、49歳、執筆時。身長、168センチメートル。体重、50キログラム。スリーサイズ、92-60の89。血液型、B 型、身長体重スリーサイズは1990年時点。田島美也子さんは1968年生まれの長崎県佐世保市出身。1989年に定人の水着キャンペーンガールとしてデビュー。その美貌と抜群のプロポーションにより瞬く間に人気に火がつき、その後もサントリー、三菱石油などのキャンペーンガール、スコラ、ドロー、プレイボーイ、フラッシュなどの週刊誌グラビアや写真集などで活躍。そして、グラビアアイドルとして人気絶頂だった1991年に村上弘明さんと結婚し、引退。現在は4人の子供の母親として家族を支えています。なお、田島美也子さんは、2017年5月15日放送の TBS、結婚したら人生激変。〇〇の妻たちで26年ぶりにテレビに姿を現し、その衰えぬ美貌と共に話題になりました。村上弘明さんと田島美也子さんの馴れ初め、プロポーズ、結婚、現在。馴れ初めは村上弘明さんが、通っていたスポーツジムで田島美也子さんに一目惚れしたことから。村上弘明さんの猛アタックで交際へ至りますが、結婚へと歩を進めたのは田島美也子さんの方だったと言います。田島美也子さんにとって、当時はちょうど、グラビアアイドルから女優に転身しようかという時期でした。そこで、女優に転身して長く芸能界に残るか、それとも結婚して家庭に入るかの決断をするため、交際からわずか3ヶ月で村上弘明さんに。今なら結婚できるけど、と逆プロポーズ、今後の進路をはっきりさせるために、思い切ってそう切り出したと言います。田島美也子さんは、一時が万事、何事も中途半端ではなく、はっきりさせたい性格のようで、結婚後の夫婦のルールもごくシンプルに。村上弘明さんは仕事をする人、私はそれ以外を全部やる人、と定めています。4人の子育てをこなしている時点で想像がつきますが、田島美也子さんは母として、妻として非常に有能な家庭人のようです。村上弘明さんによると、彼女はスーパーウーマンで、彼女がいなければ家のことは何も回らず、その家庭での存在感は圧倒的だと言います。田島美也子さんは、現役グラビアアイドルの若い頃はもちろんのこと、今現在もその美しい容姿は健在で、さらに非常に有能な妻であり、母親でもあるということで、村上弘明さんにとっては願ってもない、理想的なパートナーのようですね。次ページ、村上弘明さんの子供は4人でこちらも美男美女。写真画像あり、村上弘明さんの子供は4人。長男は俳優、村上弘明さんと田島美也子さんの間には4人の子供がいます。継承略。長女、みくり、みくり。長男、ゆうほ、ゆうほ。次女、2000年生。次男、2004年生。長女と長男は、母親の田島美也子さんと共に、結婚したら人生激変。〇〇の妻たちで顔出し出演し、こちらも母親と共に話題沸騰となりました。なお、次女は2000年生まれ、次男は2004年生まれで、2017年度現在でそれぞれ高校生、中学生ということもあり、顔出しはなかったようです。村上弘明さんの長女、みくりさん。長女のみくりさんは2017年5月時点で24歳、オーストラリアへ留学、現地でのアパレル関連の仕事を経て、明治大学に通っているとのことです。綺麗な人ですね。弟の村上裕穂さんは芸能界入りしましたが、みくりさんは将来的にはどうなのでしょうかね。村上弘明さんの長男、裕穂さん。
村上弘明さんの長男は村上裕穂さんです。村上裕穂さんは1995年2月22日生まれ。身長は父親の村上弘明さんと同じ185センチメートルと長身で、高校時代はサッカー選手として活躍。2017年5月15日放送の TBS 〇〇の妻たち。出演当時は、大学に通いながら、アルバイトで貯めたお金で演技の専門学校に通学し、俳優を目指して修行中だったようです。そして、同番組の放送により話題となり、オスカープロモーションにスカウトされ、芸能界入り。さらに、2017年11月に結成された、オスカー初の男性エンターテインメント集団である、男劇団青山表参道 X のメンバーに加入。同劇団は2018年6月に舞台公演を行う予定とのことです。村上裕穂さんの本格デビューもその時になるということでしょうかね。今後の活躍がとても楽しみですよね。以上、村上弘明さんとその家族についてでした。